はい、皆さんこんにちは。今日はね、まあ市川の方ですね、福崎町ですね、福崎、神崎郡ですね、そこのね、福本藩陣屋跡にね、小骨の状況を見に来ました。まあ前も見てもらったかもしれませんが、ちょっと小骨の池、まあ昔のね、陣屋跡の池の経路跡の池にね、小骨が群生してますんでね、それはまあ今年ちょっとどんな状況かなと思って見に来ました。ここがね、まあ陣屋跡でね、重要文化財ですね、上川町。まあこの池ですね、問題は。昔はこのようになってたよな。はい、それ池がそれですね。こう骨がちょっと見えますね、黄色いのが。これが陣屋跡ですんでね。はい、それではちょっと見ておきましょう。結構ね、昼間とかね、まあ今夏場やからね、時期がようなるとね、あそこの東屋みたいなとこでお弁当食べてる人結構見かけますね。子供さん連れでね、また見に来てください。まあ向こうになんか赤い建物みたいなのが見えるけど、あれなんだろう。はい、小骨の池ですね。ちょっとね、思ったほどね、もっと黄色い花が最初バーッとねなってると思ったんやけどな。社の森公園みたいにね。それでもまあそこはすごくポツポツ咲いてますんでね、ちょっと映しておきましょうね。ちょっと遠目で申し訳ないですけどね、あんまり近くに咲いてないからね。はい、トンボみたいなの飛んでるしね、ちょっと自然豊かな感じのところだからね。はい、他には水生植物、水蓮とかは咲けへんねんね、ここ。環境はやっぱり小骨用になったね。カエルさんも、あ、これ割と近いところに咲いてる。そこまで登れてんけどな。なんか登られへんようになったのかな、これ。あ、そっから登れるわ。はい。まあ、ちょっととりあえず、小骨落としとこう。何小骨かはわかりません。ね。でもこれでサイドでこれが可愛いよね。なかなかこう骨もね、絶滅危惧種扱いみたいになっててね、貴重な水生植物だからね。でずーっと広がっとるんですよ、池がね。まあ、地線回遊式の前、昔は地点やったんやわね、これ。まあ、福本藩のね、人だもん。こうなの、もう近いな。火が出てきたんでまた動画切れそうやけどな。そこらも3人ぐらい咲いてんのかね。よいしょ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 、限界まで引き伸ばそうか。こういう感じやな。うん、はい。朝座なんかも見られたらええんやろうけどね。ちょっとああいうね、変わった赤っぽい小骨もあるんやね、うん。ちょっと色がね、赤が混じってるようなね。時々、ここの池やってありますわ、これ。種類は面白いね。まあ、あの辺なんか黄色とかあんないけどね。まあまあ咲いてるでしょ、だけど。ね、向こうは入り口やから。よし。はい。よし。これ、割と綺麗に咲いとるわ。ね、これなんかもね。あれが赤っぽいもんな。これ赤っぽいでしょ、なんか。
変わっとるよね。はい。まあそんな感じでしたね。まあそんな感じでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。